4月になりました。新社会人の季節。30代、40代、そして50代の皆さん、一番最初にもらったお給料覚えていますか？ということで、初任給で買ったものは何ですかを直球インタビュー。初任給で買ったものって覚えてます？お、記憶を辿って多分なんか服を買ったんじゃないですかね。今日はそうですね、なんだろう、だいぶ前です。ちょっと先に、はい、家族がいるので、やはり家族にも今までお世話になった感謝としてご飯に行きました。そうですね、私もでも何かしら多分みんなで食べれるものを買って帰ったと思います。僕菓子折りを買って、はい、はい、はい、覚えてません。覚えてないですか？覚えてないです。多分遊びに使いました。あのマネークリップの折り財布。お、なかなかおしゃれなの。あ、もう任せてください、センスあります。え、今持ってますそれ？いやいや、今持ってますけど。見せてください。いや、やめましょうよ。このマネークリップの財布になります。あ、でも3年使ってなかなか味も出てきて、はい、そうですね。今お金何も入ってないですけど。電気ポットです。電気ポット。家族のためにちょうど壊れちゃったので。初任給で買ったもの、ご飯ですかね。親を食事に連れて行った、父と母にはご馳走しました。はい、中華料理です。弟とかも入れましたけど。あ、じゃあ結構な人数。そうですね、そうです。予定よりもちょっとかかっちゃったんですけど、はい、家族の記憶に残ってるかどうかは定かでないですけど、僕の中で残ってますね。しっかりと、はい、残ってます。結構金がかかったなという。彼女に何かプレゼントしました。なんかジェルスチュアートのなんかいい匂いのするスプレーみたいなやつを買った。彼女っていうのはこっち。あんまり反応がなかった。覚えてますか？覚えてます。もちろん覚えてます。使ってますか？はい、使ってます。使い切りました。よかったです。初任給の使い方は家族へのプレゼントという回答が一番多い結果となりました。ちなみに私は両親にカップ&ソーサーのセットをあげたんですが、いまだに下の使っているところは見たことがありません。以上、世代別直球インタビューでした。